タイムラインのクリップのキーフレームボタンをクリックすると、トラックのすぐ下にフィルターバーとモーションバーが表示されます。緑のバーが表示されたクリップにはフィルターが、青いバーが表示されたクリップにはモーションが設定されています。キーフレームが追加されている部分は小さな点で表示されます。もう一度このボタンをクリックすると表示を消すことができます。タイムラインのクリップのオーバーレイボタンをクリックすると、ビデオトラックには不透明度インジケーターが、オーディオトラックには音量レベルのラインが表示されます。ライン上にポインターを合わせると形が変化します。この状態で上下にドラッグすると、ビデオトラックでは画像の不透明度がコントロールできます。オーディオトラックでは音量をコントロールすることができます。ペンツールを使用してライン上にキーフレームを作成してコントロールすることもできます。トラックサイズインジケーターを切り替えて、トラックのサイズを大きく表示しておくと作業がしやすくなります。不透明度インジケーターではショートカットメニューからスムーズを選択すると曲線でのコントロールも可能になります。シーケンスにクリップを配置するとき、複数のトラックの中からクリップを配置するトラックを指定することができます。まず新規シーケンスにトラックを追加しましょう。1トラックずつ追加するにはタイムライン上でショートカットメニューを使用してトラックの追加を行います。名前の部分でショートカットメニューからトラックを削除することもできます。シーケンスメニューからトラックの挿入を選択すると、複数のビデオ・オーディオトラックを追加することができます。ここではビデオを2トラック、オーディオを4トラック作成します。シーケンスメニューのトラックの削除を使用すると、複数のトラックを一度に削除することができます。ターゲットトラックには最大でビデオを1つ、オーディオを2つ選択することができます。ターゲットトラックを切り替えるには左にあるターゲットトラックコントロールをクリックしてオンの状態にします。オン状態のターゲットトラックコントロールをもう一度クリックするとオフにすることができます。ターゲットトラックコントロールを切り替えて編集してみます。キャンバスにクリップをドラッグするとビデオとオーディオはターゲットトラックに配置されます。クリップにビデオとオーディオトラックが含まれていても、ターゲットトラックをオフにしてしまえば、ビデオのみ、オーディオのみをタイムラインに配置することができます。